こんにちは。こんにちは。今回はですね、僕がカメラを持って撮影します。江島くん。はい。スネアのチューニング、普段どういう感じでしてるのか、僕らもちょっと興味あるので、はい。やっていただきたいと思います。こちらのスネアですね、今、ヘッドが結構ベロベロな状態にしております。さあ、ここから、どのように、はい、ここへ、はい、どうぞ。適当です。はい。適当ですね。はい、適当です。はい、大体裏から。裏からやります、ね、なるほど。で、裏からはなんで、あ、後から裏やるのめんどくさいからさ、ひっくり返してなるほど後から裏やるのひっくり返すのめんどくさいので、はい、めんどくさいことは先にやっちゃおうと。あと、ライブの時とか、はい、マイク引っ掛けてたりするんですよ、ここに。あ、はい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 、ここにこうガチャって、はい、レコーディングだとマイクスタンド立ててるんですけど、はい、ライブだとこうクリップでマイクつけてたりするんで、はい、これもなんかいちいち裏返すの面倒くさくなるんですよ。ケーブルとかくっついてくるんで、はい、最初に、はい、裏やっちゃうって感じです。お願いします。でこう適当です、はい、鳴らないようにして、はい、こうやるんですけど、はい、初めてのスネア難しいっすね。おまず大体緩めます、はい、一回緩めるのね。まあ自分の砂だったら大体こんくらいなのも分かるんですけど、はい、ちょっと僕これ初めて触ったんで、はい、一回緩めます。はい、まあなんかテンションかかってない、うん、ところからスタートして、はい、まあ大体ですけど、はい、で、もうこう多分抑えられてないっていうか、うん、状態から、うん、あ、ここで今ちょっと抑えたな、うん、ぐらいをスタートに、はいはいはい。あれだよね、締めてる手応えっていうかさ、そうです、抵抗感みたいので最初ちょっと上げていくのね、はい、抵抗かかってきたなっていうところで褒めてるっていうだけ、はいはい、まあ、よくなんかリハスタのスネアとかだと、うん、なんか1本だけすごい緩いとか、うんうん、何回いくだけすごいきついとかあるんですけど、うん、はい、ここが例えば緩くても、うん、ここがガチガチにと締まってたら、うん、ここを叩いたとしても、うん、まあ、なんつうか、耳だと判断できないんで、うん、ここで、ここを補っちゃったりしてる、うん、だから変なバランスになったりするんで、うん、まずはなんか、そういう一箇所だけきついとか、一箇所だけ緩いとかっていうのをなくすために、一回緩めて、はい、だいたい同じぐらいの締め具合になってる、うん、はい、状態にしてから全体的に締めていく。はい、それやっぱり対角線ですか。対角線が一番 しっくりきてます、ね、うん、それもあれなんですけど、こっち締めると、うん、こっちちょっと上がるんです。そうだよね、対角線の上のやつがね、はい、で緩くなるんで、はい、こうやっていくと、うん、なんかここがもう分かんなくなっちゃう。うん、あれ今もうどこまで行ったか分かんない、はい、分かんなくなっちゃう、はい、まあでも適当です、はい、で一気に締めないですね、うん、回して4分の1回転ぐらいです、うん、1回で締める。一気に締めると寄っちゃう可能性があるんだよね、はい、フープがね。なんとなく閉まってきたら、はい、あ、全然低いですね、まあ、
大体このくらいまでいったら、はい、あとピッチで合わせていくんですけど、はい、低いなと思って、うん、こっち締めてもなかなか上がってこない時があって、うん、その時こっちを調節するとこっちが変わってくるんですよ、うん、まあ、スニアに限らずタムでもね、揃えようとすればするほどなんかもう合わなくなってきても結果なんか上げすぎちゃってパツンパツンになっちゃうっていうね。特にね、裏のヘッドカンカンのやつやねんよね、ハッシュタムとか。ああ、そう。結構しすぎて、うん、あります。大体。はい、一緒ぐらいになって、そうですね。で、まあ普通のスネアだったら、まあここで終わりなんですけど、はい、人から教えてもらったやつで、はい、ここちょっと強めに張って、うん、ここちょっと弱めに張ると、うん、スナッピーのザラってやつがちょっと、うん、短くなるんですよ、DKA が、うん、ザラっていうのが、うん、ザに変わるという、ここを緩めるとってこと、こことここ、まあまあ、どっちでもいいんですけど、こっちを締めるか、うん、ここを緩めるか。はい。緩めると。と、スナッピーのこの長さがちょっと短くなる。うん。昔からさ、ここのスナッピーの4つあるじゃん。はい。脇の、こことここと、うん、そこね。そこ上げると、あの、スナッピーの反応が良くなるって。はい。それの逆の話ですよね。逆バージョンですね。うん。なんで良くなるかっていうと、ここを締めることによってこの辺りのヘッドが浮くわけじゃないですか、はい、それでここへの当たりがあの強くなるから反応が良くなるっていう話なんですけど、それの逆、はい、パターンで割とここを最後にもう一回転、ああなるほど、だもっとオープンなサウンドを目指してる人は別にこういうのやんなくていいと思うんですけど、うん、僕は割とあのタイトめな音が多いんで、はい、なるほどね、ジョン・ボーナムみたいな音は困るって、 だとしたらこれはやんない方がいいですね、そうだよね、はい、ジョン・ボーナムしかもさらにスナッピー42本ですからね、はい、まあちょっとこっちが理由で、これでも時間かけようと思ったら永遠に行くんですよね、はい、これで裏は大体終わりですね。大体終わりです。はい。あと表好みなんですけど。はい。え、自分の好みはどんな感じだ？まあ、緩くもなく、はい、張りもせず。張りもせず。はい。で、アンバサダーあんま使わないですね、普段。普段何使ってんの？あの、こういう、ドットがあるやつ。なんだっけ？ CS？ 割と新しめのやつ。なんか、白い。うん。どこのメーカーのやつ？黒じゃない。あれ、レモンです。レモン？はい。うん、もう全然違うけど、でも一応あの CS と一緒だよね。一応。違うの？どうなんだろう、あれ。でも音は違うんだけど、全然。違う、うん。ここの厚さが違うのかな？かもしれない。表も、あれだよね。初めは一度緩めて。はい。で、まあ、スタート地点を。揃える？まあでも新しい初めてチューニングする時だけですけど、うん、もう一回自分でやっちゃったやつだと、はい、まあ緩んだりしてきますけど、はい、まあ、そこまで偏ってないんで、うんうん、微調整だけ
ちょ、一回さ、今ここいじるときに、はい、一回ほら緩めてまた上げたりとかしてるじゃないですか。そうですね、それは何か、はい、あ、一回ここら辺の影響を受けて高くなっている。ああ、なるほど。一回ちょっとリセットさせて、うん、それでこっちに揃えるって、はい、なるほどね。そうですね、一緒になります。はい、大体ですけど、はい、ここでようやく叩、はい、叩いていいです。こうなんかスナッピーがすごい、うん、短い、はい、ちょっと緩いぐらい。この鳴りの最後のヒーンっていう、うん、とこのピッチがを最後自分の好みに合えるように。そのピッチは大体自分の中で決まってて。そうですね、なんとなく好み、うん、でも最終的になくします、あのミュートで。あこんな感じで、はい、最後、まあ、ミュートとかなんか、またどんくらいミュートするかっていう感じです。なるほど。レコーディングだともうこんくらいまで、あのレコーディングだと、はい、こんくらいまでがっつりいっちゃうこともあるんですけど、うん、ライブだとまああんまミュートしすぎると抜けが悪くなって、うん、まあ、ライブって聞こえないと割と意味ないんで、うん、レコーディングだと後から聞こえるように他の音を調節したり細かいことできますけど、はい、ライブだとまあバンって出した時に聞こえないと意味ないんで、うん、もうちょっと余韻ちょっと残すぐらいのミュートに抑えとく、うん、なるほどね。ライブとレコーディングでミュートも変えて、ちょっとライブの方があまりオープンな感じ、はい、なるほど。これで一応完成ですか。まあ、とりあえずのところはスネアだと、とりあえずこれで、あとここのタムが割と干渉しやすいんで、うん、はい、例えばここのタムバーンってなった時にこう、うん、ザラーンみたいな、はいはいはい、あるんで、そこの調節は今度ドラムセットとの兼ね合い、はい、じゃあそれはパート2で、ね、やりましょうか。
それで全部ちゃんとやろうとするとやっぱり1時間ぐらいかかる。そうですよね、はいはい、バランスもあるからね、はい、今スネアだけでも約15分かかりましたね。どうですか堀くん、今のこれはね、もういやさ、僕の場合は、はい、あのバンドないから、はい、同じチューニングで毎回レコーディングやる、同じチューニングっていうか何ですか、自分の好みが先にだけで決めたりとかもできないんで、うん、だからなんていうか、すごい逆に難しさもあるし、うん、そうだよね。そう、だから面白いですね、いつも話聞いてると、うん、江島くんはだって一応同じ環境っていうか、ね、同じバンド内での、まあ、エンジニアさん一緒だったりとか、うん、まあ、そのセット要は正解が、うん、あの自分という自分とバンドと、うん、そうでこっちは正解が自分で決めれる時もあれば、うん、あの自分で決めれない時もある。ああ、そうですね。こうしてほしいっていうオーダーが あるわけですよね。そうそうそう、うん、自分がかっこいいと思うものをできる時もあれば、うん、自分のかっこいいと思うものじゃなくてこういうものって言われたものをやって、あ、逆に気づかされるともあるし。なるほどね。なんかこういろんなパターンが。はい。どうですか森くん、どうでしたか今。いや、もう今すごいローっていうかね、太い音でしたからびっくりして、はい、この調整でパッと。これで僕もこれで僕も明日からサカナクションのコピーバンドができるっていうことでよろしいでしょうか。じゃあなんか短いバスっていうスネアを、うん、にしたいなっていう人って大体ここベロンベロンにしちゃったりするんですけど、あんまりそれだとうまくいかない、いかなくて、うん、まあ、わざとそういうサイドスネアでわざとそういうのとかは効果的なんだけど、うん、メインスネアでそれやっちゃうと結構曲を選んじゃうっていうか、あ、合う曲もあれば合わない曲も出てくるっていう。ちょ、切れすぎるんじゃないですかね、一個全部揺れやっちゃうと、うん、バスっていうそのバスってこう切れすぎちゃうっていうかさ、もう余韻も何も全部消えちゃってるみたいな感じになっちゃって、よくスタジオでねレンタルスタジオ入ると一本だけゆるゆるになってるやつあるけど、そうですか。よりかは、まあ、スナッピーのこのここの具合とか、うん、まあ、あとミュートの具合でそういうニュアンスを出す。なるほど。けど抜けはあんまりよく、うん、悪くしない。なるほどね。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。